なの距離が縮まったというか話すようになって、なので個人的にもっと仲良くなりたい、一番今仲良くなりたい先輩ですね。気になりました。皆さんハート役ありがとう。もう決まったんで、レイさん最近は結構自分から積極的にレイさんに話しかけたりとか。確かにコメントであったアンドゥトラもなんかいいのしてもらうけど、名前主張しときましょう。心身どうしたって思われちゃうパワーさんネタみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちはみんな決まった。どうも。路線帰ってきたみたいな。お疲れ様でした。シンプル、そうシンプルが一番ね。でもいいな、そういうやつか。ゆいなもさ、なんかうんまいみたいな、自分のなんか作った言葉あとはレイさんはフレちゃんパワーがその一番何最適かなって。明日明日明日公演の時え答えてくれた今。うん、あのほんまにレイさんの背中をそのアナグラの今見てるわけじゃないですか、先端ね先されてるから言ったら、でもう本当にこう前田の聖子ちゃんは1位になってほしいって言ってくれました。何おるおる横顔何なの。前田の聖子ちゃんは春ちゃんパワーに1位になってほしいって。レイちゃん賞は1位レイちゃん賞をくれました。やっぱ春ちゃんパワー一番愛してくれてるんで。そうもちろんさすがやろ、さすがやろ、まあ、そう。ほんでこうレイさんの背中を見て私も頑張ろうって公演いつもやってるので、本当に尊敬というか、はい、正解です。レイちゃん賞お疲れ様です。すいません。そうなんですよ、特別ファルコンおるよやめてよ。ファルコンもおれば1分以上も使ったお先生もいます。そう、一面ってこと。ほんまや、ほんまや、気づいたら集まってた。一面おる、イエーイ、みんな商談も始める。え、用つんな、始める。用つんな、腕長いもん絶対さ、縦やからじゃないだからかなるほど、ちゃん腕長いね、縦やからやん。そう、ファルコンとお先生と。え、出口、え、アップしてたね、今日見たもん。図面配信できたわ、なんか図面配信できました。いつの間にかできました。全然あのカクカク多分違う内容の配信してるけどそう、気づいたらおる、いつ面をね。そうそう、集まっちゃうんです、うんうん、そう、いつでもさ、今さ、なんか技術がさ、一面はひらがなでしたっけ、カタカナでしたっけ、はい、どこのコメントにもあるやん。一面はひらがなです。え、でもね、もいい本家で一面もひらがなやったんです。え、まもった面カタカナやろ。え、そうなん、面カタカナなん。え、なんかでもな、ゆうみさんでもひらがなで書いてた。え、そう、うわ、でもなんか全部ひらがなやってん。いや、うちら、うちらやで。うちら、うちらが先。ひらがなは、うちらが先。全部ひらがなは、うちらが先。影響されてるってこと、あっちが。そう。逆にね、羨ましいなって思われてる。憧れられてる。入りたかった。逆転した、もしかして。そう。いつの間にか。そうだよ。なんや、それ。そういうことです。甘いもん食べたいな。わかる。何食べたい？アイス。え、食べたい。アイスでしょ。いいね、アイス食べたいね。あ、ほら、ウーカがいるときはいつ面、その面がカタカナ表記だったよって。あ、そうなん。そう、だから、うん。だからうちらが、あ、全部ひらがな。そう。お昼は食べた。おにぎり1個食べた。今日お弁当あると思ったら支給されなくて。根に持ってる。支給されなくて。悲しいですよね。軽食しかなかったので、軽食をおにぎり食べました。そう、お腹いっぱいになるようにいっぱいよく噛んで食べました。そうです。もうおにぎりは迷わず、おにぎり迷いたく今日ずっとこんなテンションなんですけど、おにぎりレイコちゃん、わーって膝が上がったって。もう膝周りなおだよ。膝周りなおなんです。なんで膝周りなの。もう朝からね、今日頑張ってるのに。朝からめっちゃ踊ったよな。踊った。だいぶ
あの頭使ったほんまに昨日よりも早い時間からね、昨日公演やったし、最後の方話聞こえへん、分かる、みんな聞いてなかったよな。なんかさ逆にみんなうるさくなかった、もうなんか周りでバチャバチャしてたよな一緒に、あそう真面目に踊ってなかった、大号泣するよな、多分集中力ゼロだね最後の方ゼロやった。だからほんまになんかこう普段さ踊れる曲はまあなんかそれでよかったよな、うん、体に染み付いてる曲でよかった、それが慣れてないやつやったらやばかった、そう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 、そうなんです、もう死んでたけど慣れてる曲でよかったです。させよう、うん、食べさせると寝ちゃうから、いや近重さんおらんかったからかな今日近重さんパシリやと思ってたか違う違う、お弁当担当、お弁当担当治るでね思ってるんやな、違いますよ、思ってるから笑ってるんだろ、仲良しなんだよ、仲良しもおかしい、仲良しって分かり合えることがあるんだ分かり合ってんの、すげえ、まだ分かり合えてないで、今回はプロデュースグッズないです、今回はお休みです、あんまりうまいっすセットリストはもうすでにお、グッズ買ったよ、そう、グッズが、ね、ツアー来てね、出たみたいなので、ツアーありがとう、ちょっと今回ストレートかな、私ちょっとあんま髪型自分の髪型と思ってないの、何かとは言えない、ぜひ見てほしい、ぜひぜひツアーお越しください、ね、あなんかしかもあれじゃない、新しいグッズ出てませんでした、うちわとか出てた、ね、うちわ見た見た見た、めっちゃ血色悪かったやだ見たの、見たんでしょ、真っ白でしたけど、絶対目を凝らして見てください、確かそのグッズもしかあ嬉しい、そう、なんか九千協定の衣装のグッズとはまた別に出てたよね、出てましたね、タオル、あれタオルとかなんかよくわからん、アクキーもあったかな、毎日あげるね、うちはピンク、確かに可愛かった、確かに、そうそう、白、青ざめてたか、水色が良かったな、新幹線の予約もして、ああありがとう、黒いからか、あ黒いのが似合ってなかったんか、フラッグ、フラッグとかあるの、作るか、嬉しい、待ってます、全然まだ追いついてない、はるかの方が、フラッグってどこで使うの、やっぱ似合う、振り回して振り回すの、ライブ中に、あとお家に飾るんやん、飾いる、一家に一台サダのはるかよ、いる、なにはるちゃんパパほら好きやろ、受け取ってな誰そんなん言ってんのはるちゃんパパ元気な時のはるちゃんパパ受け取ってな言ったことない、言ったこれやから、生誕とかこれやから、生誕祭はそれかも、生誕とかなんか気合入ってる日これ、じゃあ生誕祭3回やから、はるちゃんパワーいいよ、はるちゃんパワーはるちゃんパワー受け取ってたやばい、もうしんどいしんどい、受け取れませんぐらいのテンションでやってるあーもうだからチーム M で受け取れるのが嬉しいわほんまや、いやでもわからんで、もしもう全然何も決まってないけど、ユニットでれいこちゃんが前列ではるかが後列とかやったらもう絶対にダメ絶対一緒のユニットにしましょう、はるかとはすいません、はるちゃんパワー受け取りたいんで、はるかと一緒のこのユニットにしてください、そんなに2人ユニットにしよう、めっちゃいいやん、バリーやん、はるかとの2人ユニット、2人ユニット、そこまです、そう、おもろ、そしたらもう絶対もうニコイチやからそれはそうやな、そう確かに、えでもどうする、あのスライドとかでちゃうユニット行かなあかんのやったら、でも、うん、あの前列じゃあもしはるかがその、うん、その2人ユニットが前列だとして、うん、であのスライドして私が違うユニットなんやったら、その前列にまだ入れる、うんだってだいたい一列5人やろ、あと3人のところに、うん、あのすいません入れてもらうから、おもろい、れいこちゃんの愛が思う、愛はでもはるちゃんパワーにしか愛がない、そうそうそう、はるちゃんパワーの愛そうなんで、あくまでもね訂正すな、あくまでも訂正しないよ、みんな帰ってきたな、みんなマグラスティットだ、じゃあそろそろはるかは終わりたいと思います。
ングラもやったし、そう、とりあえずナングラさ、昨日一応ナングラ配信してんけど、なんかあんま決めきれてなかったから、なんかナングラでいい案ありますか？あの玉屋に続くなんか来てくださいやつということで、ランキング読みは流行るやつみたいな。13位つんちゃんありがとうございます。12位なおきさんありがとうございます。11位なあちゃさんありがとうございます。10位さかさんありがとうございます。9位ひろぞうさんありがとうございます。8位やすさんありがとうございます。7位ゆべんどういうのがいいやありがとうございます。6位キャッパーんキャスパーキャスパー大君さんありがとうございます。5位ひくやんさんありがとうございます。4位まさやさんありがとうございます。3位やぶちゃんありがとうございます。2位からしさんありがとうございます。そして1位がおかぼうさんみたらし映してありがとうございます。アフレコすればいけるってこといけるじゃあそうしようかな。ということで皆さん今日もありがとうございました。そうしますね。こちらこそありがとう。自分を映したくないっていう中途半端な忙しい見たらしい土曜日か今日おに忙しい時にありがとうございます。私がアフレコします。では皆さん見たらしいっていうだけなんですけど、じゃあそれにします。バイバーイ決定ちゃんと大喜利してる。決定後やばい。これで優勝は間違いないね。行っちゃうの？なんで？やめてよ。なんで？言わんといてや。なんで？言わんといて。折ってそこじゃないこっち。やーな。折って。バイバイ。ああ。シーシーおるシーシーおるから。オラオラ。ずっと一緒にいてくれるから。一緒にいてくれる。シーシーはもう帰る。やめて。さっさと帰る。やめて。だって一緒に帰んねんから。どうせ。いや置いて帰る。なんか前田さん配信してました。最低。置いて帰る。最低だよ。またパンツ透けてる。はい、おせんせんです。こちらなんか久しぶりに来たな。こちらおせんせん。こちら前澤です。あ、前澤です。前澤なったやんか。ほら、はるちゃんほらんから1年から前澤になったやん、うん、いいの前澤で本当にいいの前澤でなるほどね。あ、やばいダメやね。絶対無理、絶対無理やから、無理やからやめて、無理もう休憩する、ね、無理無理やめて、無理どうってもらう、ね、力強すぎてなんか捕獲されてないけど無理。とりあえずランキング無理な。ランキングはまあ読ましてあげるわ。ちょっとありがとう。十三ゆうすけありがとうございます。新チーム楽しみでしょ。十二年年ありがとうございます。十二年年もうみんなほんまね、なんかドラさんロックってマジでそういうのさっぱりしすぎてるからめっちゃ仲いいけど、なんかこう例えばドラさんロックで遊びますで解散するとき一瞬じゃあねバイバイぐらい、もうみんな一目散に自分のとこピューンって帰ってくる。つっちゃんありがとうございます。なんかめっちゃいい意味でドライ、ほらやっぱりそういうことなんでしょ、そういうことなんでしょ。だからでもいい、よくない、そういうさっぱりした関係、なんか女子っぽくないかも。いい意味でドラさん6期はそう。だからなんか未練がないっていう。ありがとうございました。そう GSGK 本当にそうなの。ダメだよ、帰ります。終わるまでは、終わるまではここにいてもらうよ。あとは自分のそういい距離感のやつを動画にして明日までにあげたいと思います。そう、見ててください。さっぱり、ありがとう。夏にぴったりですよね。さっぱり。バイバイ。そうなんです。はい、お疲れ様でした。ダメダメダメ。はい、帰ります。無理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 。つかなつよ。無理。ねえ。無理。帰ります。なこれの白かっていい。え、なんでいいけど、なんでえ、マネしてきた。マネじゃない、マネやんか。マネじゃない、本当は水色が良かったよ。でも水色やったら完全に分からんくなるから、じゃあ白にしようと思って。そういうことやろ。なんで好きなん。うん、可愛いやん。だって可愛い、なんかそういうのに変えたいね。あ、なるほどね。うん、でもほら見て、これハゲちゃってるよ。だからなんやじゃあ白顔 ZOZO で買おう。はい、ということで、はい。
はいはい、13位、たけしさん、12位みゆちゃん、11位ゆうじろうさん、10位さかさん、9位けんじさん、8位たーくん、7位ココチャさん、6位りこ、5位みものさん、4位バロックさん、3位ゆうきちゃん、2位ひさおさん、1位がりょうさん、ありがとうございました。優しすぎるわ。ありがとうございました。優しいね。ということで、じゃあ楽しみ、どちらの方も楽しみにしててください。また。